ブラトコイリエフスキは、マケドニア共和国のロック歌手であり、2011年5月に、ドイツのデュッセルドルフで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2011の、マケドニア共和国代表である。これ以前に、2005年大会では、同国代表のマルティン・ブチッチの、バックボーカルを務め、またユーロビジョンソングコンテスト2010では、同国代表を選ぶ、国内大会でジョコタネスキに敗れて、 自転となっている。以前は、モラルというロックバンドに属していた。スコピエの演劇芸術専門学校で演劇を学び、2010年に演劇、怒りを演じ、卒業した。1985年にスコピエにて生まれた。12歳からギターを始め、地元のバンドで歌手を務めるようになった。2000年には、バンド、メイドインマケドニアの一員として、 マケドニアロックフェストに出場し、二つの賞を受賞している。2000年、マケドニアのロックバンド、モラルの誘いを受けて、バンドに加入した。2001年に収録を始め、2003年にはアルバム、コガパトゥーバムを発売した。2005年にはディープパープルのスコピエでのコンサートに助演として参加している。2007年からはソロの歌手としての活動を始めた。 代表曲としては、2008年のオフリドフェスト参加曲、ネーボや、同年のスコピーエフェスト参加曲、ソダラギーズベビ、マクフェスト2008でのダニギミトルフスカとの共演曲、エヌイテ、モーザム、タマラトレフスカとの共演曲、グスニーミー、スコピーエフェスト2009の、ナハボガートナスウェット、オフリドフェスト2009受賞曲で、リストサマルジエフとの共演曲、 ザ・ローバブ・セピード・クライ、ユーロビジョン国内予選である、スコピエフェスト2010で2位入賞のスリカなどが知られる。2010年6月5日に、スコピエのボリストライコフスキスポーツアリーナにて初めて、ソロコンサートを行った。コンサートには1万人ほどの観客が集まり、タマラとデフスカとのデュエットや、かつて所属したバンドがステージに上がるシーンなども見られた。 地元のバンドシュバレリア、DZHMS も、助演として、コンサートに加わった。DZHMS のリードボーカルは、イヴァン・イバノフであり、観客にはその父でこの時のマケドニア大統領ジョルゲ、イバノフもいた。2018年7月6日朝、スコピエのマケドニア第3旅団大通りに停車していた、車の中で、イリ f エフスキーの遺体が発見された。死因は明らかにされていない。 33歳の誕生日を迎えたばかりの突然の死だった。ありがとうございます。